皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ラスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今回はね、普通の歯が外れました。まあ、いきなり何の話やねんって感じなんですけども、歯が外れたんですよ、またね。まあ、この前のように銀歯じゃなくてですね、今度はね、普通の白い歯です。左奥歯なんですけども、その以前からね、治療してたそのもっと左の奥歯じゃなくて、その手前の一個手前の歯の一部がね、欠けた、外れたんですよ。外れてた歯の一部がその場から離れたという感じの外れ方ですね。かっこよく言うとですね、パズルのピースが取れてしまった感じなんですわ。あ、これね、その今回はですね、歯が外れたと言ってますけども、歯が丸々一本ごっそりとこう抜けたように外れたんじゃなくて、歯一本の歯からの一部が外れるように取れたんですわ。ほんでその外れた歯をね、見てみるとですね、やっぱりね、その歯のね、周りはね、ちょっとね、黒ずんでいましたわ。もうわかりのことだと思いますけどもね、原因はね、虫歯なんです。そのね、その一本の歯があったとするでしょ。その一本の歯に一本亀裂が入るかのように、この虫歯になってしまっていて、ちょうどその亀裂の虫歯の通りに、ここからポロッとね、こうね、歯がね、外れてしまったわけなんですよ。なのでね、綺麗に外れてしまったわけでございます。もうニコニコしながら何の話してんねんって感じなんですけども、まあね、そこの歯っていうのは過去にですね、その虫歯の治療をして銀歯を詰めていたところなんですよ。もう何年前ぐらいかな、わからんぐらい前ですよ、ほんまに。きっとね、この前、そのこっちのね、歯12年ぶりに外れて、まあ、今もなお、まあね、治療が施されてないこの右奥部のね、銀歯よりもですね、もっと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 前の銀歯なんですよ。だからこっちが12年ぶりに外れたから、もうこっちなんてもっと前なんですよね。ひょっとしたら中学校の頃とか、それぐらい前やったんちゃうかなと思いますね。なので、まあ実に約25年間はね、共に過ごしてきたね、銀歯なんですけども、でもその銀歯の土台になっている歯の一部がパズルのようなピースで外れてしまったんですよ。だからその詰めてた銀歯が取れたわけじゃないんですよね。その外れてしまう前のですね、まあここまあ1週間くらいの話なんですけども、そのまあこの1週間くらい前からですね、その歯のせいでですね、たまにこう噛み合わせがね、悪かったんですよ。たまに噛み合わせがっていう言葉はまあおかしな話なんですけども、まあたまにおかしくなって、こうでもね、グッとこう噛み締めたら噛み合わせが戻ってくれるというね、まあ自分だけにしかわからない気持ち悪さを、まあこの1週間ね、経験していました。まあ、今思うとね、そのピースがね、動いてたんでしょうね。外れたりひっついたり、外れたりひっついたりしてたんでしょうね。それがこの度ですね、その歯磨きをしてる時にね、こうシャカ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 って歯磨きしたら外れたんですわ。もうね、もうどんだけ虫歯が進行したら気が済むねって感じなんですよ。意識して虫歯になんてね、なろうなんて思ってないしね、ちゃんと毎日歯磨きしてますしね。でもね、まあこんな体になってですよ、そして虫歯になってね、その虫歯が歯に及ぼす影響をね、まあこんな短いスパンでね、経験するとね、改めてね、その虫歯の恐ろしさっていうのがね、理解できますね。まあ、こんなに硬いものをね、いとも簡単にもろくしてしまうわけですよ。まあ、その虫歯になる原因もね、まあ、この僕のチャンネルでは何回も何回もお話しさせてもらってますけども、そのね、白血病になって治療のために抗がん剤や骨髄移植っていうのをした副作用によってね、粘膜障害になって唾液が少なくなって、歯を守る分泌液が少なくなって、さらに治療の副作用を抑えるために飲んでいる免疫抑制剤っていうのがね、原因なんです。その免疫抑制剤っていうのはね、骨粗しょう症や大腿骨粗壊死症といったね、骨の病気になる副作用を持っていまして、その人間の体でその骨ってすごい硬いじゃないですか。でその骨の次に硬いと言われている歯にも影響が、ね、出てくるんですよ。で、まあ、免疫抑制剤ってね、硬いものを柔らかくしてしまう性質を持ってますんでね、まあ、そういった感じの、まあ、最初に言ったね、その2つ、粘膜障害で唾液が少なくなっているっていうのと、免疫抑制剤って、この2つが原因と考えられています。
まあその原因はね、その2つと考えてはいるんですけども、でもそれによって虫歯になってしまう歯はどの歯なのかっていうのは全くわからないんですよね。もうね、ロシアンルーレットみたいな感じですわ。まあ今回新しく外れた歯によってね、またまたその痛い箇所が増えてしまったわけでございますよ。その冷たいものをね、食べたり飲んだりする痛みがね、主になんですけども、その新しく取れた部分によってさらに冷たいものでね、刺激されるようになってしまいましたわ。まあこんな暑い時期やからね、その流動食、普段ね僕が食べてる流動食っていうのもね、まあちょっとだけね冷たくして飲みたいわけなんですよ。でもその冷たさでズキーンとねきますね。まあでもそんなね氷を入れるような冷たさちゃいますよ。冷蔵庫から出したての麦茶とかはそこまで冷たくないし、常温よりもちょっとだけ冷たいかなって感じの温度なんですよ。それでもあかんかっていう感じなんですよ。もうね、ほんまに難儀な日々がねまた始まっております。まあまあどこかのねこの歯の箇所でねまたこうなるっていうのは予想はできてたことなんで、またここ以外でもね虫歯になっていくのだとね、どこか開き直っております。まあそんな感じでね、また新しい箇所でね虫歯が進行してて、そこの歯に影響が出たというお話でございました。ちゃんとね、週が明けたら病院の歯科口腔外科にね電話してみます。そしてねその指示に従います。まあそんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。